ほろ酔い気分で香港散歩です。こういうローカルのお店まだやってますね。あーいいねー、この食堂感。どうも藤森チャンネルです。私今ですね40歳の誕生日に、中学時代を過ごした香港に来ております。向井さーん、今ですね、撮影を終えて、こっちに今でも住んでる同級生に会いにやってまいりました。香港はですね、僕が中学1年の夏から中学3年卒業まで、過ごした思い出深い場所でございますけれども、この YouTube チャンネルでは香港の動画を出すのは多分初めてだと思いますが、僕がですね中学時代を過ごしたこの街を一人でも多くの人に知っていただきですね、香港に行きたいと思っていただけるような、そんな風になればいいなと思ってますが、もう今ねでも時刻が12時過ぎてますね。香港めちゃめちゃ夜景明るくて綺麗なんですけども、残念ながら今こういう状態です。結構暗いです。ビルは相変わらず高いですが結構暗くなっちゃってます。まだバスは通ってますね、あのダブルデッカーバス。香港はですねもともとイギリスの植民地ということもあって、イギリス文化も根深く残ってるんですが、97年に返還されましてですね、そこから今はだから中国の特別行政区とかになるのかな、ちょっとすみませんそこ曖昧ですけれども、久々のコロナに入ってからですね、3年間香港に来れてなかったので久々の香港、それまで毎年来てたんですけれども、3年半ぶりの香港ということで、ちょっと今から夜のディープな香港を皆さんにお届けできたらと思います。香港はですね移動期間が非常に充実してまして、これがバスの路面バスですね、さらにはあの路面電車、そして地下鉄、フェリーと交通機関が非常に充実してまして、自転車に乗る人は結構少ないですね。逆にねどこ行くにもあの安くて移動手段はすごく便利です。さあ香港、12時過ぎてますが、バスはですね夜中の深くまでやってます。今向こうに見えているのがダブルデッカーバスですね、2階建てのバスです。香港のバスはもうほとんどねダブルデッカーのバスが多くて、ちょっと今遠くて見えないかもしれませんが、もうすぐ近づいてきます。ダブルデッカーバスです。でかい。はい、乗ります。これがですねオクトパスです。日本でいうスイカみたいなもんなんですが、香港はこれが全部の交通機関で使えます。2階に行きましょう。これね、やっぱダブルデッカーの醍醐味は一番前の席なんですね。うーすごい。今から香港の渋谷トンロー湾コーズウェイベイに行きたいと思います。僕のちょっと同級生もしかしたら見切れるかもしれませんが、ちょっと見てみましょう。香港に28年住んでる同級生のしげさんです。しげさんありがとうね。今日いや全然喋らないじゃん。いやさっき喋んな言うからいやじゃさっきはあのバスの説明してたからね。いいね、久々にダブルデッカー。ごめん。え？ごめん。俺もごめん。ごめん。いやそんなの知らないから。昨日久々に再会したけど、ちょっとしたいざこざであの喧嘩したこと誰も知らないから。中学時代も一回も喧嘩したことないのに、まさか40の誕生日に胸ぐらつかみ合って、うん。でその後泣きながらハグするっていうね。はい。本当にごめん。全然。俺が悪かった、あれは。ちょっと今からトンロー湾行くんでしょ。ラストナイトを楽しもう。はい。今から
トンロー湾の祖号でおります。祖号前、トンロー湾は中学校の時ね、もう毎日通ってた場所です。塾もありました。これ祖号百貨店、これ祖号って読むの？ソンコン、ソンコン百貨、うん、はい、降りました。今バス降りてですね、トンロー湾に来ましたが、いかんせん暗い。もう1時だから全然、ここがね昔三越で、こっちが祖号なんですけども、この巨大なモニターももう完全に電気落ちちゃいました。すいません皆さん、香港のいわゆる明るい絵を見せたかったんですが、ちょっと今からやってるお店あんのかな。今日はちょっと今ね、打ち上げで軽くお酒を飲んでしまいましたので、ほろ酔い気分で香港散歩です。いやー、でもちょっとね、何にもやってないな。もうやっぱコロナ期間でいろいろとお店も早くなっちゃったりとか、閉まっちゃったお店も多くてね。でも今ようやく香港も活気を取り戻してきて、外国人観光客も受け入れが始まって、ようやく来れるようになったんで、3年半ぶり、めちゃくちゃ楽しいです。ちょっとだけ明るいところありました。この辺はね、広東料理のお店で、まあ、海鮮とかね、香港は割と牛肉使った料理とかが多いんですけども、 あそこは火鍋って書いてあるね。すごい、このお店とかまだやってるよ。じゃん、ここはね、香港の名物の肉団子のラーメンとか、結構ローカルフードですね、ここは。でも香港はこんだけ暗いですけど、治安は結構いいので、こうやって夜一人で歩いてても全然平気です。もうね、ほんともうあと 1,2 時間早かったら、ここがすごいネオンで明るいんですよ本当は。ただちょっともうね、いかんせん時間が遅すぎてしまいました。なんか明るいぞ。お、こういうローカルのお店まだやってますね。あー、いいねー、この食堂感。メニューがどういうものがあるかというと、こういう感じです。これも普通だね、日本でもあるようなチキンステーキとか。でもちょっとここら辺の文字は、私読めませんが、はい、行きましょう。じゃあちょっとせっかくなんで、ここ入ってみましょう。おー、うんがいや。これしげさん、ちょっとわかんないんだよ、字が。麺食べたい。じゃあワンタン麺行こうと。あ、ワンタン麺いいね、うん、香港のワンタン麺大好き。さっきあこにあった牛の焼きそばみたいなと、はいはい、行きましょう。で、香港のチャーハン。あ、いいね。みんなでシェアしよう、4人で。まだ食えんのか。いや、俺何も食ってないんだよ。え、ほとんど食べたけど。あれ、バンダレーシューバさんですか。どういうこと。バンダレーシューバさんですか。違います、はい、違います、ね、違います、別の、すいません、はい、違います。じゃあちょっと今から注文したものを待ちます。さあ、ということで乾杯はですね、こちらの、チンタオビールでございます。中国のビールですね。みんなお疲れ、乾杯。お疲れーす。お酒あんま飲めないですけど、飲みます。これちょっと薄いんだよね、味が。でもお酒弱いからちょうどいい。これ何、チャーハン、ワンタン麺、うん、あと牛肉の焼きそばみたいな。牛肉の焼きそば、何これ、5個レモンティ。出た、レモンティ、懐かしい。これもうほぼ砂糖10個ぐらい入ってるやつでしょ、これ。10個じゃ効かない。これ香港のレモンティ、めちゃくちゃレモン入ってる、はい、でもレモンがこんだけ入ってるにもかかわらず、
砂糖の味。いただきます。甘い。甘い。え、レモン入ってますこれ。めちゃくちゃ甘いんだけど。でもこれに何だ、日本のレモンって飲まれへん。うっすよ、うっす。いやいや、日本のレモンってこんな甘くないから。まず甘くもないし、味も薄いし、レモンも1枚しか入ってない。これはすごいね。いいね。これちゃんと混ぜなあかんね。レモンを適度に潰さんと。これ砂糖っていうか、あのシロップ、シロップ、シロップ、シロップ。で、砂糖、あの砂糖とレモンいっぱい潰すと、まあ、ちょっと甘さが、うん、うんうんうん。あ、混ぜたらレモンだ。下にあのシロップが沈殿してた。沈殿してた。シゲさん、飯まだ。シゲさん出ちゃってるからね。もう来る、もう来る。シゲさん、飯まだ。もう来る。え、もう来るって。どうしたの、口。ちょっと、え、出来もんでいい。そう、もう来る、もう来る、うん。シゲさん、中学から、え、何年今香港在住。28年。すごいよね、28年で。こっちで日本料理屋のね、揚げはんっていうお店やってますから、皆さんぜひ香港来た際にはですね、シーホーがオーナーやってます日本料理屋さんありますんで来てください。一番おすすめなんですか。レモンティーです。あ、行かなくていいです。はい、あのこのね、糖尿レモンティーですね。糖尿レモンティー。マジで中学の時これ毎日飲んだね。はい、来ました。しげさん、ちょっと一個ずつ紹介してください。これがヨンチャオチャオファン。わかんないです。香港の一番オーソドックスなチャーハン。はい、でこれがワンタンミン。ワンタンミン、エビのワンタンミン。これ大好き俺。これで、で、コンチャオアウホー、はあ、牛肉の焼きそば。あ、ですね。じゃあちょっとこれ4人でシェアして食べましょう。ワンタンミン、今気づいたんだけど、あのずっと食べてるとこ、こうやってやってたとこカメラ回ってなかった。でもう残ってるのチャーハンのみ。もう一回やらず、ワンタン麺もう一個食べるよ、うん、いや、もうええもうええってもうええって。それ昔から悪い癖や。それで腹痛くなるんだ。もうええって。あ、これ食べるよ。チャーハン、うん、なんでチャーハンだけこんな余ってるの。もうまずいからよ。まずいって言うなよ。ハロー香港つってやってんだからさ。味あれへん。いや、味あれへんじゃないの、ね、これチャーハン。いじため方が下手する。いやいや、ヘルシー。薄味の塩分控えめの薄味のヘルシー。我々もう40だから血圧気をつけなきゃいけないからって考えたら、めっちゃ塩かけるじゃん。うわー、いるわこういう人。調味料でなんか味変える。店はさ、それベストの味付けで出してるから。ちょうどええ。ようこそフィレッジへ。